Bonjour, online Fansugo Gakko, ensemble en français, Koshi no Remi desu. 今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。今から金魚に餌をやります。金魚って可愛いですよね。せっかくですから、今日は魚、ポワッソンという言葉を使ってフランス語の表現をご紹介しますね。ある友達、いつも本当のことを言わないように話を避けて別の話をし始めます。疲れますよね。さて、どの表現を使うかわかりますか？Noyer le poisson. 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 そうです。魚を溺れさせる。Mon ami essaye toujours de noyer le poisson.私の友達はいつも頭を混乱させようとします。話を混乱させて、相手が疲れるのを待つという意味です。魚がかわいそうですが、皆さんもこの表現を使ってみてくださいね。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、アンサンブルのレッスンでお待ちしています。À bientôt! エサの時間だ。Bon appétit!